はい、それではですね、このアイスブレイクの重要性についてお話をしたいと思います。オンラインになってやっぱりね、EQ 的、いわゆる感性的コミュニケーション、これはどうしても下がるんです。それによってなんかこう空気感がね、冷えた感じになるんですよね。でそれがクールが今度はコールドになって、なんか相手に不要な警戒心を抱かせてしまう。そしてそれが行き過ぎると不信感にまで至ってしまうという、そういうリスクがある。これは避けたいですよね。なのでやっぱり我々営業はなんとかちょっとでも空気をほぐしたいんですが、これがなかなか難しいわけです。でですね、このアイスブレイクをする際にこの2つの観点をしっかり考えて、そして最適なアイスブレイクをしないといけないんですね。まず一つはアイスブレイクがほぼなくて、いきなり本題に入る無粋さを感じさせない。いかにも売り込みモードって感じしますよね。やっぱり相手の人格、相手 の人間性をしっかり尊重しているっていう、こういう感じも、ね、出したいわけですね。なので初めに少し柔らかいトークからスタートするってことなんです。ところがオンラインの場合って関係のない話をだらだら続けられると、なんかリアル以上にお客さんからすると自分の大事な時間を奪われてるっていう感じになりかねないんです。この2つの両立って非常に難しいんですね。で、じゃあこの2つの両立する一番安全策はビジネス本題の周辺分野の話題をするってことなんです。これは次のページでもう少し具体的な例をお話したいと思います。で、このオンラインアイスブレイクの鉄板ネタ、これを2つのステップに分けます。でまずステップ1はですね、これはオンラインならではの特徴をうまく活かしちゃえってことなんですよ。ですから前のページのビジネス周辺分野のネタの前の実はアイスブレイクなんです。映像音声のクリア度チェックするってことです。でこれって自然じゃないですか、ね。今私の音声映像ともクリアですかみたいなところからスタートするって、これ実は3つのこの短い中で3つの目的あるいはメリットがあるわけです。まず1つはケア感が伝わる、もう1つがアイドリングになる、まあ、相手はねそれに対してすごく自然な質問だから、まあ、答えるのが普通じゃないですか。そこで口が少し滑らかになるってことです。あとはリトマス紙になるってことです。そこですでに相手が結構乗ってきてくれて、すでに向こうからいろんな話をしていただくっていう感じになれば、もうこっちから結構ですね、雑談をもう少し広げたり長くしてもいいんですね。で、そうじゃなかったら比較的早めに本題に入るという、その、まあ、テストにもなるわけです。その後ですね、ステップにもう少しアイスブレイクした方がいいなって感じになると、一番いいのは最近のご時世トークです。そしてそれを単なるご時世トークじゃなくて、自分のビジネスにちょっとでも近いようなネタに持っていくってことなんです。例えば我々って、まあ、研修コンサルサービスを提供しているわけですね、そういう場合にはご時世トークと絡めるとこんな感じ。最近テレワーク率って下がってきましたかみたいな。自然ですよね。で、我々別にテレワーク率を下げるとか上げるっていうそのサービスしてるわけじゃないんです。ただいわゆるテレワークって働き方の話で、働き方っていうのはやっぱり研修とはですね、切り離せないっていうぐらいの比較的近いネタですから、ちょうどいいぐらいなんですね。その上で商談内容に近づけていくっていうふうなのが自然にできるようになりますから、こんなネタをぜひですね、皆さんのそのビジネスの形態とか、あるいは業種に応じたものを見つけていただくといいと思います。